こんにちは、レイジです。ドラッグオンドラグーン3の続きをやっていきます。今回は4章4節、砂の神殿にやっとたどり着いたところですね。暗さに怯えるミハエルとともに神殿の奥へと進むゼロたち。待ち受けているのは病に伏せるトゥーと死とセントのはずが。え、待って、え、トゥー何、病に伏せてんの？その情報知らないんですけど。あれ、死と取っ替えられない。なんで？で、武器がね、あ、これまだ試してないんだ。これしばらく変えてないけど、いいよね、強いし。これもしばらく変えてないけど、まあいっか。これ一番強い、ダントツ強い。待って、剣なんか打って弱い、うん、まあいいか、行きましょう。病に伏せてるトゥーは一ちゃん最初の時に旅行行きたいって言ってたね。なんか思い出したわ今。旅行行きたいと思ってるんだけど、荷造り手伝ってくれるのみたいな。ここで死ぬんだからその心配はないとかゼロに言われてた。でも関係ないよね。あの時は元気だったんだよ。その後病気になったってことかな。で、セントはいないってことかな、ここに。あら、ムービーも何もないか。お、え、乗ってる。ちょ、これ、尻尾じゃん。怖いんだ。熱いって。よっこいしょー。これもう一回。いいか。偽りの何？特徴って言った？経験値でうまうまじゃん。ところでさっきの砂漠ではどうして我が子を落とさなかったの？熱くて死にそうだったんだけど。足りない。ゼロたちが敵を倒してくれるまで入れなかったんだろ。でもその間にお近くの砂漠でちゃんとおしっこしておいたから。ゼロの言う通りにおしっこした後に砂かけておいたから。偉い。大丈夫だよ、ね、そうか。あ、まだ残ってるって。え、それに対して、ちょ、あれ、こっちか。地図見て、ここだ。いた。隠れやがって。ミハエルで潜るの？いた。病に伏せてないでよ。ようこそ皆様。トゥー、大丈夫？トゥー様はちょっとお疲れのようでして。いやなんて言うんですか、元気ないよ。ほら、私って美形じゃないですか。しかも夜の営みも日替わりでお楽しみいただけるように。トゥー聞いてない。トゥー様は今夢の中においでです。うつ病か。あまり無粋な真似はされぬよう。自我が崩れたか。え、不完全だったんだ。何が？歌の力に耐えられる肉体を持てなかった。そうなの？トゥーをよこせ。楽にしてやる。楽にね。それはできかねますね。お前、自分が何しているのか分かっ…もちろん、分かりませんよ。分かんねえのかよ。なんせ私、バカですから。え、っていうか歌えんのかな。今はただ、
トゥー様の意志を粛々と実行するだけですね。あなたを殺せという意志を。こいつやばいね。確かにバカだ。トゥーを支配してるよね。はい、トゥー様、あーんってしてください。お、そうそう、いいですよ。そんなんでいいんだ。その調子です。そんなんでいいんだ。なりたもーれ、なりたもーれ、第二の歌、いにしえの絵画。因縁を断ち切りし、鉄風の嵐、忠誠を誓う鋼の冒険。あまたにうごめく屍を乗り越え、我が戦闘の名において踊れ、エグリゴリ。エグリゴリ。うわ、あー、こいつらか。うわ、でっか。よいしょ、おりゃ。気色の悪い青病魔を出し上がって。おりゃしか聞かないから。冗談よりは役に立つ。よいしょ。トゥー様が言っておられますよ。あ、ちなみに、おりゃのみだ。前半の真ん中がくびれているのは。あ、なるほど、鎧が取れてる。ここで、栄養素の純烈をつけるためなんですよ。よいしょ。 OK、 丸裸か。もっともらしくデタラメ言ってんじゃねえよ、バカ。とりあえず行ったよ。ちょっと邪魔だな。ほら、私は心が広いから最高の暴言は許してしまうんですけど。え、当たってるこれ。え、ちょ当たってる、当たってる。バカバカだ。そのバカにされる。また鎧つけちゃうかもしれないから。魂を抜かれた銃は。当たってないね、これ。バカだけどな。邪魔だ、お前。よし、火ついた、火ついた、走ってる。やめろ。よいしょ。あー、戻せる。まだ、はい。二頭の右と厄介だな。よし、無理です。どっこいしょ。これ一体やっちまえばすげえ楽になる。てか、なんか裸になったら歌ってるの。自分の力に負けたんだ。歌の力に抗うには強い精神力が必要。回復させない。それを持てなかった。よいしょ。治るの？治るの？治らない。それに歌どうせ殺す。おら、燃えろ燃えろ。やれやれ。地上戦でいいです。やれやれ、今のうちだ。うぅ、あぶねえ。歌歌っててよかった。あー、持った。あと1回でいけるな。あと一発くらいでしょ。どっこいしょ。お、二人でいける。いいね。いやー、逃げられた。これ二人とも裸にした方がやりやすいかも。ちょっ、うわっ、回復するまで置いてない。よいしょ、よいしょ。で、次はそっちを。よいしょ、よいしょ。よし、二人とも鼻か。二人とも死ね。オーケーオーケー、一気に行くぞ。頭を倒ったからといって安心しないでください。ブラブラ、歌っちゃう。あ、歌う前に死んだわ。かっこいい曲。わっ、うわぁ、メハエルの再現が。うわっ、多分また食っちゃうかな。成長したな。でかい。
スノマ。もう未来になったんじゃないのこれ。ミカ。だよね。完全体じゃないのこれ。ちょっと色が白いか。おい、また君進化して喋れるか。あちゃー、負けちゃいましたか。じゃあこの素晴らしい魅力を持った私セントが次に使えるのは、いや、ゼロ様ということですね。君信用できないよ。大丈夫？殺す？トゥーの後を追おうと思わないのか。いや、今までの使徒もそうじゃなかったじゃん。まさか歌姫に仕えられるのであれば誰でも構いません。誰でもいいって。何せ私は大バカ者ですから。いやー、こいつやばいね。え、武器は何なの？ロボット。ロボットだったりする。うん、お、いいね。15,000。高い。来たね、双剣だ。私は新しい歌姫様に仕えるだけですよ。普通に剣だね。それでも礼儀は尽くしますけど。うん、やっぱ最終形態だよ。あ、レベル3。これの依頼給料日。じゃあせっかくだから双剣使ってみようか。双剣かな、どうだろう。ちょっと見てみる。双剣じゃないかもね。 S だって。なんかおもちゃみたいな。魔物を倒したと言われている探検。偽りの契約。偽りの契約だと。何、ゼロとの契約偽りなの。いや、でもね、多分拳で戦うんだよな。これはやっとこうかな。あ、次で M になるわ。うん、使徒の特化はここではないから。なんで使徒特化できなくなってるの、よくわかんねえ。給料日。もうここでできないのはわかるけどさ、まあいいか、行こう。どうせファイヤーケンタウロスだろう。あいつくらいしか大きいの出てきてないからね。盗賊ってことはないだろうから、しょっぱな開幕で歌歌ってワープして殴りまくる。まず拳にしたい。その後拳でそのままランダに行きたいから。で、肝は、あ、オーレ見たか。よし、オッケー。タイムロスはあんまないはず。いや、勝て。結構硬いよ。倒れろ倒れろ。よしよしよし。オーブ取ったな。やった。やば、倒れてる場合じゃない。レベルが足りてないのか。やっぱか、回避したつもりだった今。倒した。よし、取れ取れ。取んないと出てこないか。あ、出てきた。よし、この勢いで倒すよ。一体は倒すよ。やべ、オッケー。じゃあ拾おう。
この落ちてんのはどうなるんだろう。疲れちゃった連打で急大転生、黄金兵士一体倒したら4倍、いいね。初めて10万ゴールド持ってる。で、強化は今んとこしたいのないから、これでいいでしょう。よし、じゃあ次回5章、ついにワンがいるところですね。教会都市だって。じゃあワンもやっつけて、なんかトゥーがね、心残りだけどね、全然心ここにあらず状態で倒して、セント君は怪しいし、まあワンを倒せばわかるか。はい、ということで、まあ、最後の章かもしれないね、これ。はい、では次回からワンを探していきましょう。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。